イレネウス・アイブル・アイベスフェルトは、オーストリアの動物行動学者。ヒューマン・エソロジーの生みの親で、動物行動学研究を人間に応用した。オーストリア・ウィーン出身。1945年から1949年まで、ウィーン大学で、動物学を学んだ。1946年から1948年まで、ウィーン近くのビルヘルミネベルク生物学研究所で、 研究を行い、また1949年からアルテンベルクの比較行動学研究所でコンラート・ローレンツと研究を行った。1951年から1969年までマックス・プランク行動生理学研究所で働いた。1970年にミュンヘン大学の動物学教授となり、1975年以降、 マックス・プランク行動生理学研究所の所長を務めた。ヒューマン・エソロジー国際学会の創設者の一人であり、初代会長である。動物行動学者として、哺乳類の行動の発達、脊椎動物のコミュニケーション行動の比較などを研究した。多くの著作があり、愛と憎しみが代表であるが、これは種の保存論に従って記述されていると批判された。 しかし彼は、死のローレンツと異なりすぐに行動生態学の発展と見解を受け入れ、その分野の指導者の一人となった。1950年に結婚した妻エレオノールとの間に息子ベルノルフと娘ロスビータがいる。2018年6月2日、ドイツのシュタルンベルクに定民した。89歳ボーツ。ありがとうございます。